長井氏は、日本の氏族の一つ。著名なものとして、以下の三氏族がある。大江阿蘇、長井氏、藤原北家と四人流斎藤氏族長井氏、官務兵士吉文流三浦氏族長井氏、鎌倉幕府、別当大江広元の次男時広を祖に持ち、所領である、出羽国を板間軍北西の長井僧から、長井氏を称した。上級三年の上級の乱の際に時広の兄の、 親広が、後鳥羽上皇方に味方したため没落し、以後、大江氏の総領となって繁栄した。後に、執権法上氏が台頭してくると接近を図り、表情衆の一人となり、貧乏国主語、単語国主語にも代々認じられた。長井康秀の代の法事元年に法事合戦が起き、康秀は法上氏に味方し長井氏の地位を確立した。一方、おじ、毛利機構は、 三浦氏に味方して敗れて、その一族はほぼ滅亡した。安秀は、親族の毛利氏の救済を願って、生き残った毛利教皇に、越後国佐橋宗と、秋区に来ちたどころの自投職の安堵を図るべく、奔走した結果、毛利氏は、両将の自投職を安堵された。天示元年京都若宮八万宮社の再建にあたり、ご家人に、費用の捻出が求められるが、 鎌倉在住の長井氏は、北条氏一門、足利氏に次いで多い180巻の費用を提供した。京都に在住した長井康氏への子らは、若宮八万宮社の別当を歴任した。下月騒動では、足立氏との隕石関係から一時失脚するが、平全門の乱を機に政権に復帰し、寄り合い衆、表情集、引付かしら人などを歴任した。 その後も、長井氏は、米沢城を築き、追玉軍長井総治当職を代々務めた。この頃より、追玉軍全域が、長井総、長井軍と呼ばれるようになる。長井広州及びその追い、長井巨夫の代に、鎌倉幕府が滅亡した。甲州と巨夫は、幕府の養殖を務めていたものの、腐敗する執見北条氏を見限り、五代五天皇方についた。 しかし、五代醐天皇の兼務の申請があまりにも、区芸寄りの現状を無視した政治であったため、関東美差し版の一員となっていた、公州と雑草決断書の構成員であった、巨否ゆは、朝廷内で武家の代表格となっていた、足利高氏との関係を深めていくようになった。公州は、兼務2年には、足利氏の出事に就任した。甲州は、高氏軍の一員として、 欧州から京都まで各所で活躍したが、本拠地長井層に隣接する伊達軍の伊達氏らは、古代五天皇方に味方して対立していた。南北朝の戦乱を境に、東北地方では、地方領主の権限が非常に強くなり、幕府養食にあり京都や鎌倉に滞在してきた長井氏と所領にあってその勢力を着々と増していた伊達氏との支配力の差に大きな差が出始めていた。 しかし、南北朝の対立は、北朝方が有利であり、伊達氏も北朝に転じて、長石氏と和解に至った。昌平13年、延文3年4月、足利高氏が死去し、その年2代、吉明の着難として、足利義満が生まれる。伊達氏は、義満の聖母妃良子の妹を、伊達政宗の性室として迎え、将軍の議定として力を蓄えていく。 天寿三年が手しの家徳を継いだ正宗は、父周縁と共に、所領の拡大を目指して他領への進行を開始した。忍軍等を支配下に収めた後に、豊かな盆地を抱える大玉軍長井僧にも、進出してくるようになった。南朝、天寿六年、北朝、攻略二年、伊達隆支援は、モには校長らを率いて、大玉軍に侵入し、長井僧の一部を占拠し、 高畑城を長井宗進出の共闘補とした。伊達氏の長井宗進行に対して、鎌倉久保の足利うじつは救援の兵を出すよう近隣の豪族に命じ、長井氏はその支援を受けて、伊達氏を退却させることに成功した。しかし、伊達氏の進行は、必要に続き、南朝、元中二年、北朝、四徳二年、正宗の攻撃によって、 長井宗を横領され衰退した。鎌倉幕府万所所大別党、大江広元の次男、長井時宏が、鎌倉幕府より、貧乏国の死後として任命されたことに始まる。その次男、長井康家がこの所領を受け継ぎ、さらに、京都六原へ出資して、宗、備前の死後を得て参加国死後となった。長井よ重、定げ、も六原表情集として、貧乏守護を務めた。 その後、定住の弟、長井貞頼が継承し、足利高氏に従って、張馬、越後、出雲に所領を得た。ただし、貞頼の代から、剣舞の申請を経て、貧乏守護職を失い、貧乏守護岩松氏の参加となった。この長井貞広は、今川貞代に従い活躍するが九州で討ち死にした。長井貞広の死後、養子としていた広代が後を継ぎ、 ビンゴから秋へ本拠を移して、福原氏と名乗った。ヒロヨは、養父の先攻により、今川良春や、将軍家からビンゴ長石氏の所領を安堵される。一時毛利氏の総領も兼任するが、老いの毛利光棒に、毛利氏総領を継承させ、以後毛利氏への忠勤を果たし有力な氏族として、存続した。毛利元も隣の母は、ヒロヨの孫、福原博都氏の娘である。幕末に、 長井事業を出した長井氏は、この福原氏から分かれた一族である。長井忠氏への着難、長井隆弘は、足利忠義により長年後に任命されたが、感動の上乱により解任された。武蔵の長井氏は、では長井氏の一族。口述される斉藤氏族長井氏とは、同じ武蔵国内であるが本拠を別にする。武蔵国玉郡横山層によった、横山党は、 建略三年の和田合戦で滅び、横山僧は大江広元に与えられた。後に長井氏の一族が土着し、片倉城を拠点とした。広縁自本書名文には、応仁二年に大江広志望の寄進とある。工房は、上杉安、正女子を正室としていた。戦国時代は、大木谷上杉氏に仕えたが、大石氏の勢力に押され、 英正元年の立つらの戦いでは、初沢城首相の長井広次家が、一族老党の多くと戦死し、以後は、推備したと考えられている。徳川家康の家臣である、長井直勝が、従来の名字を改め部門の名家である大江氏流、長井氏の系譜を継承する形で、長井家を称した。この時家紋も従来のものから、大江氏のものに改められる。鎌倉時代、 長井時広は、美濃国赤根武装の児童でもあり、代々これを相続したが、南北朝時代に、五代醐天皇が赤根武装を没収し、東大寺に寄進されている。その後、美濃長井氏には、長井秀宏が、美濃斎藤氏の斎藤太恵の重臣として現れ、明王四年四月の船田合戦において、厚見軍の加納城の首相として活躍した。なお、美濃長井氏は、 主五代の斎藤都市長の子、都高を初代とする資料もある。美濃長石の当主、長井長博は、宗家の斎藤家の没落に乗じて、その配下の西村勘九郎長俊が、長井新在文城と称して、主名で美濃の権力を握った。しかしその千五5 3 0から1533年のわずかな期間に、長井氏らの謎の旧氏が相次ぎ、 新しい西門の城も死去したため、長井家は、新しい西門の城の子が継ぐことになり、その子は、長井則秀を名乗った。その後、則秀は、斎藤を落政へと改称して、守護代斎藤家を継いだ。一族のその後長、長井氏長井氏長井氏は、藤原北家と四人流斎藤氏一族である日本の、氏族、武蔵斎藤氏と呼ばれる、斎藤三江森の系統。 本拠とした、武蔵区に働ぐんな外装から、長井氏を称する。長井正美が、上杉氏、後に、武田氏。長井正美の子、長井真実は、御法上氏に追われて、上杉氏、徳川家康、後に、張馬国に流される。元気元年6月武田氏が、小畑慶順位より没収した地を、倉賀の集計と、長井正美に与え、三津山次郎を安堵された。 長井正美は、武蔵御岳城,城とされる。武田氏では、武蔵先方州と呼称される。長井氏は、平安時代末期、鎌倉時代初期の坂東八平士の一つ、三浦氏の一族。三浦義明逸夫の劇は、相模国三浦軍長井里を所領とし、長井氏を称した。日本語記によれば、延暦24年に、船木王が長井正人を指定されている。ありがとうございます。